太い、ね、550円これが、はい、今日はこれを、はい、今日はまた、まあ、あのビントラッド以前も紹介したやつ、はい、ビントラッドですけど、まあ、これギター自体は正直オーダーでいくらやったっけ、50万円んですけど、50万円のオーダーギター、はい、50万円のオーダーギターですね、はい、はい、それに新しいピックアップを取り付けたんです。これ見つけてきた、はい、これがあの中国のアリエクスプレスで販売してるピックアップで1個550円550円で売られてるやつ、はい、一発を3つ乗せて、こういう見た目の、はい、これだからシングルピックアップ、シングルコイル系、はい、構造的には多分スタックシングルっていうノイズレス系のピックアップですね。はいはいはい、で、なんていうの、あのポールピースが ないというかレールっていうの、これ、ね、バーポールピース、ね、バーポールピース、はい、で、ま、え、マグネット何は多分これセラミック、セラミックだからもうヴィンテージ系のギターなんですけど、ヴィンテージ系とはヴィンテージ系普通アルニコとか、そうですね、そういうやつやのに、はい、かけ離れたやつをセラミック系、はい、つけてみたという感じですね。へえ、これがまあかなりいいと思ったんで先生、はい、550円の、そうですね、50万円のギターに550円のピックアップをつけたらどうなるか、最強になったという、最強です、はい、まあサムネはそれで、はい、でもやっぱりもうこの生の音からしてやっぱこのギター完成度高いというか、はい、やっぱギターがいいですね、いいですね、はい、なりがネックの形も、じゃあプロリバーブで、はい、鳴らしてみますか、はい、じゃあまずクリーンで、はい、めちゃめちゃ太い、550円これが、じゃあセンター、センターで、感じですね、はい、そうですね、結構安いピックアップってこうなんか明らかにレンジが狭く感じたりするんですけど、そのレンジの狭さをまず感じないですね、これは、はいはいはい、でハーフトーンは、thank you.
これ普通に使えそうやな。はい、今も今も実用化されてんのこれで。されてます、ね、これで完成したという。これで完成。はい、ただちょっと他の普通の、うん、もうちょっと普通のストラトに乗せた時にどうなるかっていうのを試そうと思って今あのそうですね、他のストラトにも今乗せようとしてます、ね、あ他のストラトって言っても今ちょっと G&L しか持ってないんで。あ、そうなの、はい、G&L を何本か持ってる合いそうかな、まあ、だけなんでちょっと、はい、あのあれに入れたらやばい、ヴィンテージに。ヴィンテージはちょっといじりたくないわ。いやでもまああの全然音は多分いいと思うんですよね、はい、まあまあいいやろな、はい、多分だからまあこれやっぱ元が相当オーダー新品、はい、国産の、そうですね、まあ、割にはって言ったらあかんけど、はい、そのなりをちゃんと伝えてるってことね、っていうところはあります、ね、はい、これがやっぱ元がいいから誰かで歪みもちょっと聞いてみたいな、はい、歪みはだから最近僕がこれ弾いてる、はい、マスタートンの HA1 か、はい、HA1 これもいいですね、はい、これ今指してるんでこれでいってみたら、細かいニュアンスちゃんと出てくるの、まあ、見た目は確かになんか面白いけど、はい、まあ、このギターには僕的には結構似合ってるかなという感じがします。あ、見た目、はい、人によると思います。まさかこんな感じの、はい、シングルの中でも、はい、どのポジションでも多分スタックが効いてんのかな、はい、中国から、はい、直輸入って感じやな。そうですね、結構届くのは遅い、時間かかるんで、ああ
たまになんかヤフオクでちょっと高い値段で売ってる人もあそういるみたいなんで、そこからやったらすぐ買えますね、はい、僕ではないですけど、ああのなんか僕もちょっと早く欲しくてそういう人から買った、買ったりもしました。あのちょっと1個だけ欲しかったんで、はい、ああ、はい、別のが、そうですね、はい、これは面白いな、これはい、あれじゃあ5000円のギターにこれつけたらどうなるの？そう、あでもあれハムか、これのハムとかもあんの？これだけの、とりあえずなんかそのなんですかね、まあ確かにいろんなこのバーポールピース系のやつは出てるんですけど、うん、もあの一個だけ同じような見た目で、うん、あの日本になってるやつを、あダブルウェールみたいな、はい、試したんですけど、それはまあ普通にあんまり良くなかったですね。ああ微妙な。あとはハンバッカーサイズで、おあの4本入ってるやつありますね。はい、あだからそのダブルが2発入ってるってこと。そうですね、なんかフォースブレードピックアップって書いてある。それは面白そうではありましたね。あまだ試してない。試してないですね、はい、いやこれ、はい、でも500円、はい、でも他の大体売ってるやつも一つ1000円とか1500円とかするんですよ。これだけなぜか安い、異常に安い上に音もいいっていう不思議な商品ですね。はい、はい、フォースブレーちょっと流行るかなと思って紹介してます。はい、まあ一回これで上げてみて、はい、どんな反響があるか、はい、どこに問い合わせたらいいか分からないの俺でも。そうですね、まあ、アリエクでなんかね、あのシングルレールピックアップとかで検索したら出てくるやつですね。はい、シングルレール、はい、はい、こんなでした。ありがとうございます。はい。